はい、ダートクロスの走行の振り返りですね。ちょっとね、ギアの方にどのぐらいダメージがいってるのかっていうのをちょっと見てみたいと思いますね。一応掃除は一通りしまして、ただこれは外してなかったんですが、初めて外してみますが、うん、どうだ、どうでしょうか。ちょっと土ぼこりがついてるけど、ギア自体はちょっとやっぱり噛み込んだような形跡はありますね。やっぱね、こじゃりというか砂というか、こういうところ、なんか多分ピニオンとの間にちょっと噛んだんだろうなっていう、こういうね、わかるかな。うん、ちょっとへこんでますね。うん、やっぱちょっと噛み込んでますね。うん、まあ、使えなくなるようなあれではないですけど。ピニオンも見ると結構なんか砂がついてるから、やっぱ難しいですね。むき出しって厳しいですね条件。まあ消耗品と考えた方がいいのかもしれませんね、この辺はね。で、これはまあ、あとはね、本編でも話しましたけれども、ダンパーオイルがですね、今、確かに475番が入ってると思うんですね。で、400番か350番ぐらいでもいいんじゃないかなと思うんだよね。350番はちょっと手元にないんですけど、あれだけね、突き上げがあるというところからしてね、ちょっと、なんかどうなのかな。でもまあ400番で一回行ってみようかな。むしろね、そのモーターをちょっと進化とかね、なんかいろいろ設定やってみようかなんて言ってましたけども、それ以前の話としてね、やっぱりもう跳ねて跳ねてどうしようもなかったんでですね、まあ、そのあたりを次回に向けては対策できればいいなと。車高とね、それからオイルの粘度ですね、そこの辺をちょっとね、見ていきたいと思います。まあ、だけどね、やっぱ早いんですね、さすがですね。あのバイオレントがね、勝つと思ってたんですけどね、正直。でも完全にこっちが早かったですね。1秒ぐらいもうアベレージ的に考えたら余裕がある感じでしたので。あとちょっと話戻るけど、この辺りですね、 ESC、 受信機とか ESC とか、この辺りは結構綺麗ですね。前回と比べて砂ぼこりが被った跡があんまりないですから、これもちろん破ろうとかしたけど、思ったより綺麗ですね。後ろの方にね、結構入っちゃってるね。そこがちょっと今後の課題だなと思います。裏側はね、とにかくね、全面やった方がいいですね。でここはやっぱり当たると穴開いちゃうんで、養生テープをねつけても、なんで、ちょっとがっちりやるか、なんか硬いカバーでもねつけたいぐらいですね。なんで開いてるんですかね、これ意味わかんないですけどはい、ということでダートクロスは次回はより滑らかな足回りを手に入れて頑張ってくれると思います。はい、そしてターボスコーピオンですけど、これがね、思いのほかよく走りましたね。楽しかった。やっぱね、このよく動くサスと高い車高でね、あのギャップをねうまく超えてくれて、ダートクロスとバイオレントがねすごい弾かれて、あのまともに走るのが大変だった状態がですね、こっちだともう本当にまあちょっとこう何弾むかなぐらいところでですね、いけてましたんで。でこのタイヤもね、グリップいいですね、よかった。で、前後バランスも良くて、すごくね
いい感じで走れましたね。だからもうずっと走らせててね、楽しくてしょうがなくて、ということでね、これはね、本当飾り物にしとくのはもったいないなと思いましたね。もうヴィンテージものだから、まあ、高いですね。これ高いんだよね、そういえば。割と高いんですけど、でもまあ当時のね、そのレーシングバギーということで、その当時のレースシーンをですね、なんていうんですか、こうちょっと思い起こしながらですね、思い起こしながらというか想像しながらですね、これが活躍してた頃をね、イメージしながら走らせて楽しむのがね、いいんじゃないかなっていうふうに改めて思った次第でございます。ちょっとね、これモーター、やっぱりモーターがね、ちょっと遅いのがまたね、ちょうどいいんですよね。これにね、速いモーターつけたら、なんかめちゃくちゃなことになるかもしれないね。まあでもちょっとやってみたくもありますけども。で、ちょっとね、今後、4WD 対決をね、やりましたけど、今後ね、2WD 対決ということで、これと、なんか違うやつを対決させてみるのも面白いなっていうふうにちょっと思いました。また、コンディションが良さそうな時に走らせようと思います。はい、そしてバイオレントですね。104002ですが、これはね、ちょっと悪いことをしちゃったですね、バイオレントには。やっぱね、ダンパーオイルが硬かったね。これは RO1.0 につけてたダンパーで、前が475で、後ろが425かな。で、結構ボンボン跳ねてね、もっと柔らかい、あの感じだったらほんと350とか、300番でもいいのかもしれないね。こうして、こうやってみるとね、こう、ハイエンドみたいだなんて喜んでたけど、結局、カーベットだったらいいんだけどっていうね、そういうことですよね。まあ、そしてね、今やですね、これもう、回転しないんですよね、ギアが。で、おそらくなんですけど、このデフがぶっ壊れてますので、ちょっと開けてみたいと思います。さあ、どんなになってるでしょうか。よいしょ。お？大丈夫じゃないこれ。あ、生きてる。全然問題ない、こっち。ってことはフロントか？さあ、じゃあフロントです。上げてみましょう。よいしょ。よいしょ。さあどうだ。あれ？あれ？壊れてない。じゃあ何がロックしたの？何がロックしたの一体？ガリガリ言ってたのは何？ガリガリ言ってたのは？わ、ここのベアリングもだいぶ渋いですね。ガリガリ言ってたのは何ですか？あれ？もう絶対ご臨終してると思ったのに。いやー、ついにバイオレントも終わったか。楽しませてくれてありがとう。元気でな、みんな元気でな、みたいな、そういう気分だったのに。どこが壊れてるんじゃ。スパーですか。スパーもしくはモーター。スパーも回ってるからモーター。これモーターがいかれてる、もしかして。そんな意外な展開。モーター。はい、では、ギアボックスをちょっと戻しまして、スパーをですね外して、スパーのカバーを外してみますと、これはゴミか。なんだこれ、どういうこと。モーターに何か異物が入ったのかな。と強引にやると回ることは回る。モーター、ちょっといっぱいモーターをずらして、
もうかな、あイエス氏が、はい、はい、こうするとモーターを完全に外すと、あ違う、モーターじゃない、やっぱり駆動系だ。どこ？わからない何かが、どこかで何かが起きている。いや、リアだな、リア、リア側ですね。もう一回リアを開けてみようか。じゃあ大丈夫だと思ったら大丈夫じゃなかったもう一回外します。一回つけたのに。お、このリングギアとベベルギアの噛み合わせ、リアを外したら、あ関係ない、これ関係ないな。フロント、いや、フロントじゃないよな。不思議。じゃあ、このスパーを外してみましょう。ベアリングは大丈夫。これだ。あ、わかった。ここだ。これが緩んでるだけだ。たったそれだけのことか。そうか。たったそれだけのことか。閉められない。2個ついてるけど、1個でいいんじゃん。こっちも緩ん、ちょっと緩んでるけど。これを、もうちょっとダメになってる。はい、なんか手で回して外れました。ひでえ話だ、それもひでえ話だはい、そしてとりあえず片方だけ閉めて、これでいいってこと？フロント側も閉め直しとこう。本当が緩んでないな。はい、はい、スースーで回りますこれだけのことか。ここのイモネジが緩んで、この下のプレートと当たってたんだ。それだけのことか驚き。もうね、これ廃車だと思ってたんですよ。これまで本当楽しませてくれてありがとう。元気でね、いや元気でねもねんだけど、さようならと思ってたのに、これまだいけますね、こう、そうすると。第3戦も、第3戦もいけそうです、これ。はい、じゃあ、ダンパーオイルをですね、柔らかくして、第3戦に臨みたいと思います。お楽しみに。今度こそのリベンジあるかどうか。いやー、意外な、もうね、異音がし始めた時点で止めろよっていう話ではあるんですけれども、もうね、正直もういいかって思ってたんですよね。ここが壊れたって思い込んでたから、ダメになったに違いないって思い込んでたから、もうここ壊れるんだったらもう廃車でいいやって思ってたんですよね。すまん、単なる整備不良だったはい、じゃあせっかくサッシャフトもね新調したし、じゃあもう一回頑張ってもらいます。ということでした。次回お楽しみに